バイスングルとは、ティムール朝の王族、シャールフの三男。聖母は、ガウハールシャードワーガー。日本語では、バイスングル、バイソンゴルとも表記される。1420年の黒羊朝遠征に従軍、タブリーズ攻撃を命じられ、ジャライル朝下で保護を受けていた書家や画家、そして写本を伴って、ヘラートに帰還した。1431年にアストラバードの知事に、 認じられた。ワインを愛用したが狩猟が同行していたために健康を外資36歳の若さで創生した。詩、絵画、音楽に造形が深く、宮廷で学者芸術家を厚く保護し、特に写本の作成に情熱を傾けた。彼の宮廷では、書家、画家、都禁止彩色家、製本職人などの23人の専門家が、写本の作成に従事し、 その写本は、紙質、挿絵、装丁のいずれにおいても高い品質を誇った。彼自身も、写本の作成に携わり、代表作に、シャーナーメ、カリーラとディムナ、バラエンの写本がある。カリーラとディムナはイスラム世界で、多くの写本が制作されたが、バイソングルの宮廷で制作された写本は特に質が高く、挿絵の色彩、ページの余白にまで及ぶ表現が評価されている。 また、彼の宮廷では、写本以外に絨毯、織物、タイル、宝石、天幕などの工芸品や庭園のデザインも行われていた。東洋史研究者のマノエイジは、バイスングルの写本事業とヘラートで行われていた建築事業の関連性を指摘した。マノによれば、巧妙な技術者たちが、シャールフ、 ガウハールシャードアーガーの建築事業に動員されていたため建築事業を行えず、やむなく写本の制作に携わったというのである。ありがとうございます。